というわけで今回は、SPR-KKR のコンパイルについて説明しようと思います。SPR-KKR は、ネット上で Google で SPR-KKR って入れてもらうとこのような画面が出てきます。それで、SPR-KKR のこのレジストレーションフォームっていうのと、もうこれ一回やってあるんであれなんですけど、このレジスちょっと待ってください。レジストレーションフォームっていうのでこちらに記入して送ってください。こちらのメールアドレスにここ記入して送ってください。でこれでこれ Leaf of Your Institution って書いてあるんで、あなたの機関のあなたの所属してる機関のあれですね、入れてください。で PhD っていうのは、博士課程のことですけど、私の場合ドクター取ってもこれあんた PhD だろうって言われて他の先生のサインも必要になりましたんでそういうことになるかどうかはちょっとよく考えてください。ここにちゃんとねプロフェッサードクターって書いてあるのにねPhD ドクターの場合はねってスチューデントって書いてあるんですけどね、まあしょうがないですね。私のドクターのレベルは低かったからなんですけどね、まあしょうがないですね。それで、これが終わったら、あとここに、これと、あとこれもやらなきゃいけないですね。こちらにもレジストレーションしてください。こちらに書けばもしかしたらいいかもしれないですね。ああ、で、パスワードがいるって書いてありますから、やっぱり送って、パスワードでってことですね。で、こうなります。で、それが終わったら、プログラムが手に入ります。で私はもう結構古いのをずっと使ってるんですけど、こういうのが手に入ります。なのでこういうのを手に入れてください。でここからいきます。でコンパイルですけれども、コンパイルはこの第一原理計算入門でこちらの第一原理計算入門の SPR-KKR の方に行ってもらって、でコンパイル法が書いてあります。でインテルのコンパイラー2016に対応したのがこちらにありますので、この通りやっていきます。まずターミナル開いて、それで、これ何してるかって言いますと、X バンドを入れる時に、SPR-KKR っていうフォルダを作ったので、そこにこのデータをプログラムを入れるということですね。このコマンドを入れてもいいですし、このコマンドをここに入れてやってもいいですし、行ってもいいですし、あとはやってることは一緒なんですけど、これをコピーしてもいいです。ちょっとやってみましょうか。これの SPR-KKR X バンドがもう入れてありますね。でこれをコピーのペーストこういうことです。でこれでここが終わりましたね。でまあちょっと試しにやってみましょうか。皆さんバージョンがいくつか違うと思いますんで、一応ちょっと修正の仕方も教えます。それかまたはこれですね、見とってくださいね。これですね。そうするとこういうふうにコピーされます。もう一個やる方があります。このバージョン型はおそらく人によって変わると思いますんで、例えばこういうふうにしてアスタリスクというか、こういう星をマークをつけます。そうするとこれはこの部分がどんな文字でもものでもいいよっていうことになります。やってみましょう。あ、これちょっとムーブ取らせちゃうから、やってみましょう。こういうふうになります。探してくれて、確かワイルドダガーっていう名前だと思うんですけど、探してくれますんで、やりやすい方法でやってください。まあダウンロードしたバージョンはこれじゃないと困るんで、まあここのホームページ書き換えてもらうかですよね、ここの管理者にね。まあいいです。で次ですけれども、ちょっと待ってください。まあ、これはこのままちょっと見やすいようにしておいて、どんなというか見ていきましょう。それで、これもちょっとずらしていこうかな。それでですね、次やりますけれども、次はこれです。これ何やってるかと言いますと、今まで見てきた
分かるんですけど、CD、スペースで、S、R と入れますけども、これ何やってるかって言いますと、ここの、ここにと、現在はこのターミナルが、このホームとリンクしてます。ディレクトリとリンクしてます。なので、SPRKKR って方にリンクしますよということです。これでもいいですし、こうしてもらってもいいです。こうやってやってもらってもいいです。同じです。これどちらでも同じです。で、では、次ですけども、この圧縮ファイルを回答します。TGZ って書いてありますんで、tar.gz とほぼ似たような形式です。なので、回答方式もほぼ一緒です。こんな感じになってます。なので、これでもいいですし、あとは皆さん違うバージョンが来るかもしれないので、違うバージョンが来る場合は、例えば、こういうふうにしてもらってもいいです。これでも動きます。ちょっとやってみましょう。そうすると、回答されて、中身が回答されて、フォートランのプログラムファイルが入ります。おそらく F90 バージョンで書かれているので、F って書いてあっても、あれだと思います。別のものであります。で、次に、make.inc に、example っていう、このファイルを、この make.inc にコピーします。それを、そういうコマンドを行います。で、これでコピーできました。じゃあ次行きましょう。あ、これ、ちょっと修正してもらうの忘れてました。klightmake.inc ですけど、klight っていうのはこれはライティングソフトです。で、Ubuntu の場合は、これがありますんで、これ使ってください。で、同じようにして、これで。あ、混ぜた。gedit っていうのがありますんで、これ、すみません。gedit のスペースの、これですね。これです。間違いないです。これです。これです。で、これで、エンターします。そうすると、コンパイル用のファイルが、メイクファイルが作られるための入力ファイルができます。で、一応ここにコメントがいくつか書いてありますんで、このコメント通りやればいいです。ちょっと、あれやってみましょうかね。で、ここに、このホームページは結構便利に作ってあって、例が書いてあります。で、2パターンあります。ダイナミックリンクと、スタティックリンクのケースがあります。で、ダイナミックリンクはできる、確かコンパイルの大きさ、コンパイルしてできた、プログラムのコードの大きさが小さいんですけど、速度がちょっと遅いっていうことと、問題があって、で、あとスタティックっていうのは、できるプログラムはの大きさは大きいんですけど、コンパイルした後の実行ファイルのプログラム確か大きくて、だけども、計算スピードはちょっとだけ速いっていうんです。でもダイナミックリンクでいいと思います。まあ、お好きな方を選ぶんでもらいます。で、これいくつかごちゃごちゃとしてますけども、これどうやって調べてるかって言いますと、実はインテルフォートランの、コンパイルを見ると分かります。インテルパラレルスタジオのここ、英語でも日本語でもいいんですけど、マニュアル見てくださいって書いてありますね、こちらに。なので、このマニュアルのところに行きます。ちょっと英語の人もいるかもしれない、ちょっと待ってください。ここのこれに飛びます。じゃあちょっとやってみましょう。ニューフォルダーのここを押してもらって、ここです。で、オプトのインテルがありますんで、そこでドキュメントで、まあ、英語でも日本語でもいいです。まあ、ちょっと、あんまり変わらないで、英語で見てみましょう。同じです。たどるところは。で、MKL ってところをたどってください。で、コモンってところの、これを開けてください。そうすると、このチェックがいくつか出てきます。例えば、この MKL って何かって言ったら、マスカネルライブラリーって書いてあって、対角計算とかを行うプログラムです。で、わかんなければ、ここに、パラレルスタジオに X2.6 使ってるコンパイラーの選択する場面があるので、これ選択してください。そして、OS は Linux で、これは、ネイティブでよかったと思います。前ちょっと成功したのがあるので、あ、消えてますね。メモ帳は、しちゃいますね。オートマティックですね。オートマティックオフロードにしてください。こちらに一応、またネット上に上げときますけど、こういうセッティングでやってください。
で、セレクトが、インテルフォートラン。で、アチーブメントがインテル R60。もうこれ1個しかないですね。で、セレクトリンクが、ここで変わります。ダイナミック化ってことですね。ちょっとこっちに移して、で、ちょっと見てみましょう。で、これが、インテジャーというのは整数です。整数のプログラムで32ビットの配列使うのか、64ビットの配列使うのかですけども、LP64 で十分です。で、オープン MP スレッド。で、インテルで、ってことですね。で、ブラスブラックスを使う場合は、これチェック入れて、で、リンクウィズインテルのここにもチェック入れて、できたもの、これを使います。これが、ここのリーブのところに入ってるわけですね。で、同様に、MPI 並列の場合は、このスカラーとブラックスも入れます。で、なんか画面がちゃんと出てきてないので、これなんでかというと、ここをチェックしてないからです。インテル MPI のチェック入れると、これ出てきますんで、これが、ここのところ入ります。で、ちょっとだけバグがあって、この後の、ですね。ここか。ちょっとバグがあって、いくつか記述が足りないのがあります。なので、こっちが修正してあります。ここが足りないですね。ドット A っていうのが入ってないので、リンクエラーが出ます。ダイナミックの場合は。なので、これをちゃんとやってください。スタティックもそうですね。なので、ちょっとこれバグがあるんですけど、そのままコンパイルするとエラーが出ます。なので、これちゃんと A 忘れないようにしてください。ここにはないんですけど、なので、ちょっとやってみましょうかね。で、まあ、ダイナミックリンクでいいかなと思いますんで、まあ、スタティックの方がいいって言ったら、スタティックで選択してもらっても構いません。で、じゃあ変えてみます。まずですけど、この最初に、シャープをつけるとコメント欄になります。で、この libmkl って書いてありますね。まあ、この例でもいいんですけど。で、ここ、さっと削って、で、まずは、これなしのやつ。インテル MPI なしのもの、これですね。これをコピーします。で、ペーストします。で、これスタティックですので、ちょっとメモ書いていきましょう。で、こんなふうになります。で、どこがバグがあるかというと、ここです。これが足りません。で、ここにもこれが足りません。これがないとダメです。で、次ですけど、スタティックじゃない、すみません、ダイナミックでした。これでしたね。間違えました。あんまり混乱させるようなやり方はいかんですけど。で、次ですけども、MPI ですね。ここに MPI って書いてありますね。これ入れます。これも、ここチェック入れて、こうした後に、入れます。ペーストします。で、これもバグがあります。ここ、大事ですね。これ大事です。で、ここ。で、これ気づかないで、やってしまうと、わかんない人はわかんないまま失敗しますね。気をつけてください。で、次ですけど、コンパイルオプションの、このインクルードっていうのも書き換える必要があります。これは MPI 並列するときに必要です。で、これこのまま、コピーして、ここに貼り付けます。これでいいです。で、ちょっとセーブしましょう。で、あとは、フォートランのものをいくつか書き換えます。ここに iFort の時はこれですよって書いてありますね。なので、ここをシャープをして、コメント欄消して、で、iFort なので、ここ、シャープ消して、これを使えるようにします。これでいいです。で、セーブ。で、あとは、ここの MPI ですね。で、MPI これは、これ使えないんですね、実は。ちょっとチェックしてみましょうか。しまった。しまったな。同時に並行開くと失敗してしまいますね。ちょっとやってみましょうか。MPI の、F90 の .openmp と、これやると出てきません。で、これは使えないという意味ですね。で、これをインストールしたら使えるようになるんですけど、インテル MPI がありますんで、インテル MPI は MPI の i4 と、V って入れると、ちゃんと入ってることが、インストールされてることが分かります。なので、これを使います。では、もう一回やってみましょう。
上ボタンを押すと前の入れたコマンドが出てきますんで、それで見て、メーカー NC ですね。で、これを書き換えます。ここを、iPhoto と。で、ここも iPhoto とします。で、これは実は、ここにも、今、ここが終わって、で、ここも終わって、いいですね。ここも終わって、で、ここも終わって、ちょっとこれは余分にいくつか書いてあるんですけど、あとこれまで行ったところですね。ここまでがここになってるところです。なってますね。うん。で、これでセーブです。そしたら、次は、これは、スタティックのバージョンなので、スタティックのこれです。で、次行くときはこれですね。メイク SFMPI です。じゃあやってみましょう。コピーして、で、これで Enter です。で、これで、コンパイルが始まります。意外にやっぱり AVX じゃなくてこの自動のこれをつけると、ちなみにこの 4.2 っていうのを入れる と、この自動的にこれも検索されます。下位のものも検索されます。なので例えば AX の AVX っていうふうにしておけばこの下の部分全部入ります。まあもしものためにこうやって入れてあるだけで、1個だけ入れとけばあと全部残りの部分検索されるんですけども、なのでX の SSE4.2 まででもいいです。で、これ入れてしまうと結構コンバージョンがかかっちゃうんですよね。で、これを入れると動かなくなるときもあるので、ここのところはデフォルトのままでいいこともあります。なので、いろいろと変えていただいて、うまくコンバイルできるものを探してください。あんまり速度にこだわってもしょうがないんですね、実はね。ちゃんと動くことがまず第一条件で。で、
普通にコンパイルしてもそんなに速度が変わらないですね。まあ2割ぐらい変わることもあるんですけど、2割って意外に大きいような気がするんですけど、四六時中計算機使ってるんでなければ2割ってそんなに差にはなりません。例えば夜中の帰りに、帰る前ぐらい1時間ぐらい前に入力ファイル作っておいて走らせておいて、次の朝見に来るって言ったらもう2割なんで大した差ではないですから、あまり気にしなくていいです。ちゃんと動くようなコンパイル作ってもらうのが私の意見としては大事だなと思います。あとこういうところ、細かいところですね、ごちゃごちゃやって時間をかけるのはかなりもったいないですね。個人的にはこう苦労してもですね、誰かが成功したっていうのをそのままやる、踏襲してやるって言ったりしたらいいんですけど、うまくいくかどうかを必ず検証しなきゃいけないんですね、こういうことやってしまうと。で、計算がうまくいかないのはなんでだろうとか余計なこと考えなきゃいけなくて、出てきた結果をまず検証するというものすごい膨大な時間をかけてしまうわけです。なので余計なものは入れないでそのままデフォルトでやってしまうのが、まあ最初の時はそれが一番いいかなと思います。で、あと PC もどんどん新しいのになってきますからね、新しいの買ってしまうともう性能なんかもうガッと2割以上変更されてしまうので場合によっては Y7 の 2700系列が出た時にはものすごいスピードアップがなされてしまってもうこういう動力が一瞬で無になりましたね。で、これでコンパイルうまくいってます。エラーも出てませんからね。で、どっかにできてるんですけど、まあいいです。どっかにできてる、あ、できてますね、できてます、こうやってできてます。で、あとやるときはメイクオールと、これです、これをやってください。で、結構時間かかるので、まあこれやるんですよということだけですね。次これをやって、で、それが終わったら次はこれをやるということですね。で、これでコンパイル終わりです。まあとりあえずこれうまくいってますんでね、いけると思いますね。まあせっかくなんで、これちょっと飛ばして、じゃ順番はどっちでもいいですんで、まあこれだけ走らせて終わりにします。で、こうやってやって、こうやってやっていけばいいです。で、これでコンパイルは終わりですね。じゃあ、皆さんもこういうふうにコンパイルしてもらって SPR、KKR どんどん使ってもらえればと思います。では、今回はこれで終わります。